北朝鮮の李博ロ外務省が15日、ツウェーデンに到着した。李外務省はこの日午後6時15分ごろ、ストックホルムアーランダ空港に到着し、すぐに外交用車両で移動した。この後、2日間の日程を消化する。李外務省は今回の訪問期間中、マルゴット・バルストローム外務大臣に会い、 5月の米朝首脳会談や朝鮮半島の比較か、北朝鮮が交菌している米国人3人などについて論議するものとみられる。スウェーデンは北朝鮮との外交関係を長く結んでおり、西洋国家としては初めて、1975年に平壌に大使館を建設した。 スウェーデン大使館は北朝鮮内の米国の利益活動も代わりに遂行している。